人工知能の研究をしています。 で、まあ、でも人工知能といっても結構広い分野で、まあ、いろんなことが研究されていますけど、私はその中での、まあ、ロボット、まあ、を、どうやって人間と円滑にコミュニケーションさせられるかみたいな研究をしています。まあ一言で言えば、ドラえもんの脳みそをどう作るかみたいな研究です。まあ、例えば人と人と、コミュニケーションを取るときに、まあ、言葉は当然使っていますし、言葉以外にも例えば声の中の抑揚とか、まあ、うなずきだとか、その目線の動き方とか、まあ、ジェスチャーを使ったりいろんな説明をしますけど、でそういうことをロボットにも、人間の行動を理解させたり、逆にロボットにもそういう、行動をさせたり、する方法を、どうやればいいかを研究しています。一人暮らしの高齢者の話し相手になってあげる、そういうロボットを作ろうと思っていますが、例えばこのような実験をするわけですけど、いつどういう行動を取れば、高齢者がたくさん喋ってくれるか、ちょっと話が弾まない可能性もあるんですけど、まあいい反応と悪い反応、まあそういう例を、たくさん集めることで、まあそういう機械学習のアルゴリズムを使って、でその政令と府令の区別がつきます。でこの、キャラクターのこの目とか、口とか鼻とか、頭、そしてこの上半身の動き、全部機械学習を使って、さっきのそのビデオから学習しました。こういう一対一の会話だけじゃなくて、特に、多人数の会話に、興味があって、まあ、例えばこのように4人がこうディスカッションをしていますけど、でこの中で、まあ、例えばこの人が今この人を見たりこの人を見たりするわけですけど、でもそれはなんでこの時にこの人を見るか、なんでこの時にこの人を見るか、でこれは実は、人間は、まあ勝手に動いていますけど、でもこの中で、規則性があるはずで、でこういうデータを、まあ、我々は実験をしてたくさんを、集めたこと で機械学習を使ってこの頭をどう動かせば人間っぽくできるかという、モデルを、実際に、開発して、まあ、例えばできたのが、まあ、このような感じですね。でこの、もともとここの人間がいるはずですけど、でその人間の動きを、ロボットで置き換えてます。でこのロボットの今動きは、この3人の声とか頭の動きとか、喋ってる内容から自動生成しています。で、まあ、こういうシステムは、まあ、将来的に、その練習相手みたいなロボットができたらいいかなと思います。まあ、このグループディスカッションをしようとするときに、だって他の人を集めて一緒に練習しないといけないんですけど、まあもしそういう、練習ロボットがいて、まあ、たくさん会話ができるようになりますので、まあ、いつでも何度でも同じような練習ができますので、まあ、そういうのをまあ目指して頑張っています。教育にもちょっと興味があって、ね、先生の卵が、まあ、いい授業できるようにこの仮想の教室を作って、まあ、この仮想現実の環境の中で、仮想の学生に対して、まあ、授業練習ができるようにするようなシステムですね。まあ、どういう、まあ、授業をしている時に、まあ、学生が集中して聞いてくれるか、まあ、どういうような、授業をする時に、まあ、ちょっと学生の注意が、発散して聞いてくれないかとか、まあ、そういう練習も、
あったり、まあ、あの教室の中でなんかトラブルが起きた時にどう対処していくかみたいな、そういうようなことが練習できるようなシステムも目指して作っています。実際には、ロボットだけじゃなくて、CG のキャラクターだから、バーチャルリアリティの中に登場する、まあ、CG のキャラクターとか、まあ、ゲームの中に登場する、まあ、そういうキャラクターとかも、まあ、研究の対象としています。だから、まあ、学生が入ってきたらキャラクターを動かして、まあ、一種のゲームみたいな簡単なゲームをちょっと作ってもらったり、あのこのロボットをちょっとプログラミングして、まあ、あの頭をちょっと動かしてみたり、まあ、ちょっと喋らせてみたりして、そしてその出来上がったものを実際目に見て触ってみて、あのこれに、まあ、どこがちょっと不自然なのか、どこが人間から遠いかっていうのを実際に感じてもらって、じゃあこれをどうやって改善すればいいかっていうのをそこから考えてもらうようにはしたいと思います。